ということで社長、はい、今回なんですけどもこちらですね。なんすかこれ。関係者以外立ち入り禁止ってあるんですけど、はい、入れちゃいますここに。入るの。今回なんですけど、うん、ワークマンの新製品発表会ここでやってるんですよ。いやそうなの。全然ワークマンっぽくないで招待されました。あそうなの。あそういうことあるので今回の企画なんですけども、うん、ワークマンの新製品の闇を暴いちゃおうということで。いやあるそういう場所。ここあそういう場所に闇を暴きに来たってことです。あすごいねこの人。すごいよ人。すごいよ。あすごいですよ。だからこれ多分結構関係者の人ばっかなんですよ。あとインフルエンサーが多いです。まあそんなの金のタイツの人いますけど。すごい。まあとりあえず行きましょう。行ってみる。なんかすごいところに急に連れてくるね。あそうです。まあとりあえず行きましょう。これあれかね、ここで僕何するの。闇暴きます。暴けるかね。一人だけ暴けるかね。こういう感じだったっけね。あそういう感じです。でここ受付なんで。あなんか連れてこられたぞ。こういうとこ。あクリエイターあっちです。クリエイターはあっちでした。クリエイターとかあるんですか。クリエイターはあっちょっと。僕クリエイターなんですか。わかんないです。だから今日ワークマン全身着てるの。まあ意図的にしましたけど。すげえな裏工作が。はい。273番です。こちらでお待ちになりないんでしょうか。はい。はい、受領サイン、うん、ありがとうございました。はい。どうも。あ、初めまして。あ、渡辺です。どうも。はい。ありがとうございます。突然なんですけども、はい、11時からショーが始まるんですね、はい、なので少しここを見ていただいた時に、はい、会場の方に1回行っていただくとありがたいんですけど。わかりました。会場はどちらに。一番奥なんですね、はい、ここ行って日当たりを左ですか。ですかもう真っ直ぐ行けば。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとこれは皆さん、あこうやってインフルエンサーの方がいらっしゃるんです。あそうです。えなんかもう普通になんか作業着っていうあれじゃないですか。皆さんこうやって撮ってるんだ。あそんな感じですよね。僕 YouTube 見てないから誰がインフルエンサーかわからない。俺も全然わからないです。まあ一回見ましょう。そうなんだ。でも普通に興味あるやつでいいんじゃないですか。すごいね。普通に靴とかもありますけどね。これだってワークマンなかったもんね。あそうですよ。山梨のワークマンには全然ないよね。あだからちょっと新鮮味はすごいですよね。わワークマンサウナっすかあれ。マジですか。どこにあるそんなの。あ、あそこにほら書いてありますよ。ワークマンサウナって。うわ小坂企業に一歩近づくじゃないか。いやもうやばいですよこれは。あじゃあこれすごいですよ。こうやってサウナすんの。あこういう感じなんですね。いやいやサウナじゃない。器具じゃないね。器具じゃない。あでかい。あそういうやつじゃないですよ。だからそのこういうタオルとかってことかな。あそういう感じですね。あなんか普通に社長かぶれそうなやつありますかね。あるね。なんかなかったねこういうのは。あ一応現金だと追加購入できるらしいです。ここであこれ買うこともできるの現金だと。なので服足りなかったら別にここで買ってもいいです。いやあと4日くらいあるんで足りるよ。別に全然試してみてもいいですけどね。わあ楽しいっすね。そうですよね。なんなんすかねこれ。見切れないよ佐くん。やっぱエプロンあるんだ。あ、つなぎですかそれ。いや、エプロン1900円。すごいですね。ちょっと機能的だよね。機能的で安い。一回新商品の方の縫製見ません。あ、いいですね。どこですか。あっちですよね。あずっといられちゃうもんね。結構あっちですよね。なんかシャツ的なやつみたいですよね。そうか、ワークマンのクリエイターってものすごいいるんだね。あそうですよね。あこういうのも普通になんかもうおしゃれですけどね。そうだね。こういうのもね。あ、これ、これ社長履いてるやつですよね、今。これいや、昨日履いてた。昨日やつ。つなぎだよ。つなぎ、昨日着てたつなぎの素材と一緒。素材と一緒だ。これサイズ間違えてたぞ、保坂君。お尻に食い込んじゃってたよ、あれ。着れたんでいいんじゃないですか。着れたけども。これでも流行ってるのかな。流行ってるんですかね。でも、サラサラして着やすかったけどね。軽くて。そうですね。あ、この辺も新商品になります。あ、ここら辺ってことですよね。この辺も新商品になりますよね。これ4月発売ですね。え、ね、何ですかこのポケット。これやっぱいろいろペットボトルやのあれじゃないですか。ちょうど膨らみがちょうど丸っこい膨らみ。機能性すごいよね。どこまでいっちゃうんだろうこれ。1900円。1900円でいっちゃう。これ1900円なんですね。あ結構縫製箇所多いね。1900円か。めっちゃ綺麗なんですか。縫製も綺麗。
おお、このゴムすごいですね、うん、糸くずがあるわけでもなし、やっぱ綺麗にしてるね。パッと見もう、あら、どこだろう、ミャンマーか。いや、この値段ってのもおかしいですね、うん、やっぱこういうのもちょっとこう、ちょっと高級そうに見えるね、ハンガーもね。ああ、そう。いや、この規模感ですからね。そうだね、これ全部そうなの。え、これ全部立ててます。あ、全部だね。あ、これ何、パッチン、あ、これあー、アウトドアケールですよ。いや、朝さ、新幹線でさ、ニュース、はい、見てきたの。なんかコロナが収束して、まあ、このアウトドア需要が少しあのなくなってきたみたいなのが、今からどうなるんだってところだね。あ、ここら辺すごいですね。これも4900円だ。もうね、絶対5000円以上いかないね。いかないです。この辺りね。これはやばいですよ。いや、機能性すごいね。これ色っちゃうね。もう無難な色だからさ。何でもこれ使えるよね。撮影中のクリエイターの方、メディアの方々、失礼いたします。この後ですね、11時からですね、ステージの方で本日メインのショープレゼンの方を実施いたします。だそうです。ステージの方にて11時からメインのショープレゼンを実施いたします。見どころ満載のステージとなっておりますので、メディアの方々、クリエイターの方々、皆様ステージの方に何を見せられるでしょうか。プレゼンな、まあまあまあ、この商品だからほぼ紹介ということですよね。紹介ということですね。あれかな、あー、この素材だ。この素材だ。この素材最近人気ですよね。何なんだこの素材は。フューチャーテックレイン再生ペットボトルの原料。あ、そうだったのか。化学繊維を使用していながら、要はこれですよね、社長、うん、これかシワサッカーの凹凸感や、ま、なんだ、もう漢字は読めないね。天然素材の不具合を表現しましたと。ああ、そうですね。これペットボトルか。とりあえず行きます。うん。わかんないですけど。ずっといると。ずっと見てそうですよ。こんだけ量あると。いや、これだよ、これ。あ、このスーツ。いや、あれ最先端来てたね。最先端、ペットボトル。ペットボトル最先端来てたね、僕たち。要はもう、社会に貢献しようと。いや、これがね、どうなんだろうね。ペットボトル、わかんない、この未来は。まあでも、これのつなぎ着るじゃないですか。着てた、着てた。確か。昨日着てた。あれ見ましたけど、おもろかったですよ。昨日のやつ一番良かった、あのウールの T シャツめっちゃ良かったですよ。あ、そうですか。あれはもう良かったですね。2日間着て、今日の朝まで着てましたから。へえ。何だ、何が、何が起こるんだこれは。旭化成と共同開発ね。ああ、そういうのもやっちゃってるんですね。うん、何、どういうことだろうねこれ。旭化成と共同開発じゃん。ああ、インナーっすね。そっか、みんなクリエイターの方なんだ。社長が一番馴染みのないあれですよ。そうね、やっぱみんなメディア慣れしてる方が多いですね。こっち全く免疫ないですよ。免疫ないですね。こういうとこ、僕は他の人にさ興味があればいいんだよね、きっと。俺もそんなにないんであれですけど。俺もそんなないとか言っちゃダメだぞ。これ服でなんかこんな変な、 なんて言えばいいんでしょうね、すごいことやっちゃうんですよ。なんか研究みたいな感じですかね。そうだね、ほらメディアっすよ、社長全部。メディアの方、全メディアっす。ああ、そういうこと。もうカメラがいっぱいあります。一応座れるらしいですよ。これ色とりどりだね。で最近なんかワークマン色多いっすよね。色多いっすね。結構行きます、あっち。はい、少しだけ、10分ちょっとだけちょっとお話を聞いてください。ワークマンのビジネス面とかですね、製品のハイライトについてちょっとお話ししたいと思います。まずですね、話題1でございます。これはですね、ワークマン女子も、路面展開を積極的に行う。例えば今年のですね、9月から来年の4月まで、25店舗出店します。で今まで路面で出した数と同じくらいいたします。毎年30から40店舗をようやく出します。4年間かかってですね、ようやくここまで来ました。皆さんご覧の通り、製品も揃いましたし、機能も価格も全て充実しましたので、ようやくこれから本格的に展開します。例えば、仙台などはですね、一遍に3店舗を来年の販売します。あとは、筑波、筑波地区ですね、ここも3店舗まとめて、まあ、ゆくゆくは全国、まあ、10年後に400店舗という体制なんです。まあ、そんな感じで、まあ、来年の秋からは、ワークマン女子の先輩製品、ワークマン女子でしか売ってない製品が5割を超えます。これが第1のニュースでございます。第2のニュースは、実はもう来週ですね、沖縄で、沖縄大学って一番大きなゴムなんですが、そこに当社最大の200店舗の店舗を出します。
2つここはハイライトございまして、1つはワークマン女子の海外進出を睨んだ東南アジアの進出のためになります。第一の海外進出は多分台湾になると思うんですが、台湾と沖縄は気候が全く一緒です。私も2年間の台湾住んだのでよく分かるんですが、全く気候が一緒ですから、結構夏日物を仕込んでですね、品揃えをして台湾に出る。でもう一つのハイライトはワークマンジーンズ全国第一号店を出します。これは女子やったときからですね、フェアルックで着たいとか入れ声が相当強かったんですが、フェアルックでしかも機能性ウェアの専門店を出します。日本で初めてだと思います。次の話題ですが、新しい店舗、これもワークマンプラス2ですが、人口が増えている街でワークマン業種が出せないところにワークマンプラス2っていうのを出します。これは最強のフォーマットでワークマンの応力撮影品が全部入っています。でなぜ地方でそういう人口の3万都市でやるかというと、人口が少なくてお客さんが食べるんですね。だから作業からアウトドアから女性まで全ての年齢、全てのニーズ、仕事からそのまで全てをカバーします。でこれがですね、新しく去年からやって大成功してまして、まあ、人口の少ない3万ぐらいの町に200人ぐらい出します。まあ、半分ぐらいは新型の人でワークマンからワークマンプラス、どっちかというと女子の戦力が強いんです。うちのコンビニからすると女子戦力です。続いて製品の機器なんですが、一番の話題は朝日化成さんとコラボして作った、新呼吸するインナー、素材はのシューメーカーさんなので、まあ、同等にいるんだということで、値段がすごいんですよね。値段がこの素材を使いつつ男性用の半袖2枚で980円です。ワークマン女子を40店舗地方に展開するためには人口がいないわけです。ですから畑なんかも取らないと、とても人口5万人ぐらいの街で回らないわけです。ですから店を大きくして製品も揃えています。で次の話題はこれはもう純粋に企業です。そこでやっております花粉ですね。花粉対策、これはもうあんまり世の中ないと思うんですが、まあ、花粉以外に防虫ですね、虫除けの農作業用に作ったんですけど、まあ、一般の女性客が結構買われています。ちょっと保湿、これはファンデルさんと組んで保湿クリームを体に吸い込んで50回洗濯しても落ちない。これはクリーニング出しましてまたプレイしました。であとはレミノール、これワークマンの売り上げで得意なんですが、もともとは登山用の汗冷え、登山すると汗なんですけど、日陰に行くと冷えてそれで風を、汗冷え対策です。それが女性に受けまして非常に肌触りがいいとか、あとアトピーに強いとか、あったかいとか、もちろん汗が入ってもすぐ蒸発、まあ、そんな感じでこの辺が健康の機能性になります。まあ、それと右なんですが、これは今年出しますですね、目玉商品、ここにサポーターがついてまして、それが1900円です。もともとクライミングパンツのベースなんで、クライミングパンツが1900円です。でそれにサポーターをつけて1900円です。だから日程 の優秀製品賞を狙いたいと。でヘルジベスト、まあ、こういう映画情報ですね、これが日程の優秀製品の賞を取りました。これ非常に名誉なことで、まあ、日本で10製品ぐらいしかないうちの一つに入ったということで、ですから今年はこのパンツで狙っております。まあ、2年連続難しいんじゃないかと思うんですけど、まあ、それだけの自信作でございます。で最後に赤十字とのコラボ商品で、第1弾がフラッシュライトベースーツ、であと何がいいかと言いますと両手が空くんですよ。作業でも生活でも体重だけでも落ちながら生活できないんです。両手がいるんです。例えばトイレ行くんだというわけです。あとは私どもの5800円のスカート付きのテントが、ちなみにまずですね、暖房の箱を置いて、その上にテントを、暖房がいらないそうです。それやるとテントの中が暖かい、段ボールで冷気をちゃんと使うと床が寒いんですよ。でそれをそちらでやってますので、あとその一度にですね、最後でございますが、チャリティーコーナーがありまして、インフルエンサーの皆さんから製品がすぐに欲しいという要望が前回それでございましたので、12時からなんですが、そこでこれからの製品ですね、まあ、限られた製品なんですけど4点を2000円でですね、販売しております。その2000円は全額元の震災用に赤十字に寄付します。私ども会話じゃありませんので、ぜひご協力をいただきたいと思います。皆様ご清聴ありがとうございました。
はい、ということでありがとうございます。もうあれちょっと面白かったですね。面白かったですけど座ってるのはちょっときついですね。もうさ、いいね Z 世代。いいね。まあ俺たちさ、そんな勉強できた方じゃないからさ、ずっとじっとしてるっていうのが難しいんだよね。っていう難しいんだよね。先生のお話みたいなの難しいんだよね。難しいです。わかりますわかります。まあでも大体わかりました。見てわかりました。あれ全てわかりました。こっから何が見えたと思う。僕自身感じたのはもうファッションとかに行くようだったんですよ。あ、もうそっちっすよね。完全にファッション行くようですよ。もうワークマンっていう名前すらちょっと変えたいよぐらいな感じがしましたよ。感じましたよ。だけどちょっと変えられないよね。そっちのネームが強いよね。伝統あるよねと。でからのワークマン女子とワークマンキッズの展開を始めるという。ですよね。これだったらもう完全にさ、ユニクロさんとか島村さんとかと同じところに行く感じじゃない？機能っていうのを歌ってるんですよ。らしいですね。だから防水性とかさ、発汗性とかさ、そういう機能とかね。その分、縫製手抜いてんじゃないかっていうとこですよ。それは見ないと私の役目でございますか。そうですよ。いやこれもうぶっちゃけ1日は見切れないです。見切れないです。こんだけ量があると。見切れないです。こんだけ量があるとまあ無理ですよ。もうファッションの枠を取りに行くっていうのが伝わったね。だからそのファッションの方のちょっと縫製見ましょう。もうファッションがね。の方が多分いいっすよ。そのカバン面白いしねっすよね。あん時のやつっすよね。あん時のやつまだ使ってます。これペーパー、これペーパーっすよね。 あれ MA1 タイプ、超軽量、超撥水、遮熱十分ですよこれで。そういうことか。すいません、土屋と申します。あ、どうも。いつも勉強させてもらってます。あ、それわかんないんで、ね、縫製の。あ、縫製全部見てます。本当ですか。ええ、昼飯時にあの昼飯個室があってそこで大体見てました。本当ですか。そんなことあります。全然縫製の勉強で。まあ、僕は縫製しかできませんね。でやっぱり安すぎると言われて少し値上げしようかなって思いました。言っちゃいましたね。あとミャンマーとかの1人1時間いくらか300円とかね。結構すいません、難しながら、難しながらあんだけざっくり言っちゃうと。そうっすよね。忖度なく言ってしまう、あの僕怖いもの知らずの部分がありましてですね。天の声かなと。本当ですか。あんまり頑張っちゃいけないかなというなんかそうですね、まあ国内の僕ら産業の下支えてる人間でございましてですね、なんかこう、なかなか比べられることが多くてですね、ここだとこの値段だったよと。そうですね、結構辛い思いがあってですね、あの動画を通してですね、ちょっと上げようぜと。そうなんですよ。今年あの価格制約宣言を出まして、継続しないとちょっと影響を受けましてすみません。これはご批判を受けるかもしれませんよ。これはそうですね、これはご批判を受けるかもしれない、そうしていかないと、まあ、僕らみたいな、あの下働きは多分一生これに悩み続けられることになるかなと思っています。なかなか痛いご指摘なんで、ちょっと考えました。何しろ僕経営者ですから、やっぱりあの、そうですよね、従業員さんのお給料が上がることが幸せになるので、はい、そこを考えていかなきゃなって思った時に、低単価じゃ受けれないっていうのがあってですね、それですね、やっぱりどんどん上げていきたいですし。そうですね、社員が賃上げしてんだから、その工事も上げなきゃいけない。社員は増収減益なんですよ。そう、ガサ我慢して価格を抑えました。ちょっと2年間続けて増収減益。それでも社員には、ね、0.1% 賃上げしてるんですよ、去年に。これでも考えてみたらそれだけじゃダメなんだ、ダメなんです。っていう感じですいません。いや、とんでもない。非常に面白いんで、いや毎回見させてもらって一回ご挨拶したいなと思ってます。本当です。不安なんで何言うか分かりませんので。昼飯で、ね、毎回やれるんですよ。大体弁当買ってくるんで、それでやることないから反省の勉強してます。すいません、ありがとうございます。また、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、さっきご挨拶していた方ですよね。あ、そうです。あの、ちょっと専務ですね。本当ですか。はい、はい、専務。そんなことあります。ありますあります。ご飯のお供になってました。そうですね、社長の YouTube で。そういうことでございますか。楽しんで、見せておられるといただいております。あ、はい、一応社員も結構見てる。本当ですか。はい、多いです。どこがですか、あれ。自分が全く分かってないです。いや、あのやっぱりいろいろ話していただいている中で、縫製の違いだったり、素材の違いだったりをお話ししていただいているのがすごく勉強です。あ、本当ですか。僕らにとっては当たり前のことですけど、はい、こういう大きな企業では当たり前のことじゃないことがあるかもしれない。そうですね。ああ、面白い。僕たちみたいな一緒のね、職人さん、今こそ立ち上がれです。いろいろ伝えていきましょう。そうですね、伝えていきましょう。そしたら何かの役に立つかもしれない、時代を変える大きな役、
ことになるかもしれない。そうですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。はあ。一層僕はその中身を伝えることになんかむしろプレッシャーきました。来ましたね。まあ、だけど今ワークマン1週間生活もやってますんでね、うん、いやこれねこの素材がやっと昨日来て思ったんですけど、これですね、蒸れなくていいのはいいんです。でサラサラしてるんです。ただこのまあいいややめよう。ファッション見に行こう。ファッション行きましょう、うん。あだからこういうのとか入れて1500円ですよ、この半袖シャツ。すごいね。いや1500円、海水パンツ的ななんか夏に着れそうなやつですよね。サマースプリングサマーポリエステルだ。中はメッシュにしてさ透けないようにして、これ1500円か。あこれ海水パンツかもね。なんか違うのかな。海水ではないですよこれ。海水じゃないのか。いやこれいやちょっと重いですもん。1280円だぜもうさ。ハワイで着れそうなやつです。そうだね。なんかあの動画やってからさあのあこれワークマンだワークマンだって結構人を見るようになったよ。いいのか悪いのかだけどさ、うん、なんすよこれ。あアロハシャツみたいなやつか。なんか見た目めちゃくちゃ綺麗ですよね、うん、1500円。1500円だもんねこれです。いやこれ島村さんやったじゃん。はい、明らかにこっちのが品質的な部分で安いよ。へえ。触った瞬間に分かるもんね。あすごい。これさあのこれこうなってるでしょ、はい、でこれこう折ってるでしょ、でこう折り目つけてるでしょ、はい、折り目つけてるでしょ、でこっちが引っ張られるの分かります。あそうですね、うん、これねただ縫ってるだけじゃないんです。こう折り返しも含めた緩み分をちゃんと中に計算してるんですよ、はいはい、でそれ1500円とか1500円のレベルでやっちゃうんですね。だから戻らない、こっち側に戻らないね。あそうですね、うん、でも柄多いですね。柄多いね。柄が多い。ただ若干ね大味でございます。あれステッチがもう曲がっちゃってるからね。ここは僕は大事だよといつも言ってる。もううちのねあの補正しないここ大事だよっていうのを常々言ってるから見るとこだからねこれ。これもうしょうがなくないですか。いやこれね1500円でやっちゃうんですかね。そう1500円。これ価格だったらこの価格じゃいいか。いやいやちょっといい。全体的に綺麗だこれね。いや綺麗ですよ綺麗だ。あここ脇メッシュになってる。うん、一手間加えてあるなこれ。普通ここだけあれですね汗をちょっと流すみたいな、ね、出してね脇汗やだよねってところね。にじんじゃうみたいな痛いところに手が届くんだよね。そこを考えただけで1500円の買っちゃいますよ。あるしもうこれ普通に安すぎるよ。だってあ中メッシュじゃん。ここもメッシュにしてある。もうどこで利益取るんだろう。さっき専務さん言ってたけど、はい、あれだねあんまり利益ない。あいやそりゃそうかもしらん。何十万着作るって言ったもんね一回で。さっきのだからすっごい機能性のついたやつ、うん、ゴツゴツのやつ あれでだって3万とか作るらしいですからね。聞いたら3万着3万着もう怖い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 だね。3万それがもう余ることなく消化率もいいみたいなんだけど。でしかもそれ売れちゃうわけですからね。需要と供給が成り立ってるよね、はい、安いからたくさん需要がある。でも供給がちょうどいいところにこうポジション置いてるんだろうね。あちょうどいい供給になってるんだろうねこれ。はいこれは素晴らしい。これすごいです。安すぎる。この辺り。あもうこの辺りなんかもうあれじゃん。ちょっとこれ本当に綺麗めファッション的な。来ましたね。綺麗めファッション的なやつ。いやこれで十分ですよ。うわあ。本当に。ちょっとどっかのハイブランドですかみたいなことになってるね。あなんか素材これなんか涼しいやつですよね。ちょっと。まあ、ポリエステルだね。もう素材から言ってポリエステル感ガンガン出てますねこれは。そうですね。100% ですね。ポリエステル 100% 1500円出た。1500円だ1500円。もいいですねシャツ系安いな。もう日本だと縫製工賃にしかならない。縫製工賃もきついこれだと。だってこれ石が縫っちゃうってことですよね。うん、まあ簡単な作りになってるけどね。この塩はそんなに時間かかんないし行ってこいって言うんですけどね。ケンボルじゃない塩ですね。そうですね。この塩にこのカウスも四角だ、まあ、四角だから縫いやすいし。あ裏綺麗だね。ここね、この落とし、あ、ちょっと糸くずあるけどね、うん、この落としが糸くずあるけど、ね、面白いですね、うん、ここで言うの面白いですね。縫い直した後であるけど、でもこれ綺麗にこのまっすぐいって、これ外れるんですよ。下が見えないから。あこっちから縫うから、こっちがね、見えないんですよ。だからこれ外れるとこあるんですよ、はい、下手な人だと、はい、そうですね、うん、ちゃんと綺麗にいってますね。だってこれワークマンのお依頼さん絶対見ますからね、この動画。プレッシャーかけんな。僕は忖度しないんだよ。一応縫製の大丈夫かなだけはこのチャンネルで見ますよね。今の絶対聞かれてるじゃん。そうですよ。もうさっきの圧力
違うよね、違うよね。あ、違いますよ。普通に僕言う、嘘つけないよ。あっちだから女子系ですよ。女子系だ。このチャンネル女子系扱えるんですよ。女子系行きたい。僕はもともと婦人服から始めてますからね。そうですね、はい、レディース扱えるんで強いですよね。ちょっと待って、これ待って、あ、もうこれも1500円クラスじゃない、これ1500円。出た1500円。これだからこの前の素材だね。素材は一緒っすよ。これもうここぞとばかりにペットボトルリサイクルを打ち出してきたと。1500円か。ペットボトルって安いのか、それともワークマンが安すぎるのか。ああすごいですねこれ。この素材やっぱいいですね。もうファッションに舵を切ってますな。はい、舵を切ってる。舵を切ってるよ。だってこれ島村になってもおかしくないねこれ。あ、こんな、うん、今やってよねこれ。はい、綺麗。あ、まあまあちょいなんか。ああ、ワークマンさんのパタンナーさんいいよこれ。いいことやるよ。これいくら。1500円とかじゃないですか。絶対ありました。絶対っつってね、1280円。出た。もうこれはね、これ島村が厳しいかもしれないよこれ。ちょっとね、あの僕は見た目ね、ユニクロとちょっと違うものがあると。そうですね、島村はちょっと被るんじゃないかと思ってるんですよ。でここ何がいいかっていうとね、この袖がね2枚に分かれてるんですよ。でこう縫いはぎね。あ、そうですね。縫いはぎに対してのケンポロをつける。そうですね、無駄がないんですよこれ。あ、無駄がないですね。無駄がないですよ。そのまま縫いはぎだから。でボタンをつけないからコストダウンが測れてるということですな。はい、はあ。渡辺君もずっとパタンナーやってましたからな。あ、そうなんですね。そうですよ。手塚さん入る前ずっとやってたんで。一人で一人やったんですね。一人でデザインしてパターンして縫製して、はい、販売もするっていう。でも新商品でここまで全部やっちゃうんですね、一気に。そうだね。あのあっちなんかパーカーとかあるじゃないですか。もうあれとかおかしいっすよ。どこどこ。あっちの黄色いパーカーみたいなのあるじゃないですか、あっちに。あ、ちょっと待って、女子行きたい。女子行きます。女子見たい。本気モードだね。いいですか。本気モードって何なんですか。これをこの中に両手をね使いたいと。両手使いたい。うわ、すげえ。この素材もう触ったことないよ、佐久くん。硬いポリエステルって感じ。780円出た。これ涼しいやつですよ。 UV カット、吸水速乾、サイドポケット。あ、ポケットついて、これ好きなやつですよね。これ好きなやつ。君ポケットがついて何でもいいやつじゃん。これはもうポイント高いですよ。うわ、え、今 T シャツにポケットをつける時代来たんですね。来たね、到来だね。前パーカーは結構前に出たんですよ。それは好きだったんですけど、 T シャツにやったらもう勝ちっすよ。新時代です。新時代来ましたね。これかなりこの定番で打ち出したいやつですね。こんなにカラー揃ってこれはいいっすよ。ポケットあんの嬉しいっすよね。あんまりいらんかな。いや、そうっすか。いらんかな。社長これ見てください。すごい、ね、1208円でついちゃってる。ちゃんとちゃんと脇揃ってるのかと。脇揃ってるのかね。あら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 、あ、揃ってるね。揃っちゃってる。揃ってるね。もう言うことないね。はい。しかもポケット。え、これもポケットついてるね。あ、ね、ほら。あ、いや、これいいっすね。いや、最後ここさ、あ、ラウンドしてるんだな。こうラウンドしてるんだな。あ、そこもだから女子向けってことですよね。1280円出た。1280円出た。話題の商品。これ。どうしよう。あ、これ面白いですね。プローバーだと。でこれ、ね、汚れにくいよとか書いてあって、最後料理って書いてある。わけわかんない。料理料理に使えるよという。料理おすすめ。料理おすすめですから。2500円。やっとね、やっとこれが普通に見えてきた。2500円が。安いのは安いんだけど、ね、これは普通に見えちゃった。はい、あ、ポケットの多さ、やっぱ機能性言ってたもんね、ずっと。あ、すごい。もうずっと言ってたよね、日常と機能美だって。はい、すごい。このインフルエンサーさんが撮れる場所がある。上司すげえ。写真撮ります。赤いゆえ、赤いゆえ。この女子たちがいる中で何言ってるんですか。でも思ったね、インフルエンサーをさ使ってこうやって宣伝していくっていうのは、はい、もうこれ王道になっちゃったらね、うん、あ、すごいな。ジャケット1900円でやっちゃう。これだ。なんずかさ、僕思うよ、さっきの T シャツ系がさ1200円ぐらいじゃん、ボーダーの。はい、こっちとそんな大差ないの。パンツより安いんだぜ。そうですね。あれ、ペーパージャケット的な感じに見える。高撥水。あー、軽量。これ安い。あ、軽いわ。今までにない軽さだ。これペーパージャケットぐらい軽いわ。あー、いいですね。こんだけ軽いと嬉しいですね。これで撥水なんだ。もうアウトドアブランドが戦々恐々としてるんじゃないですか。いや、もうしてるよね。大丈夫かな。これだとコンパクト極まりないじゃん。はい。しかも縫製箇所少ない。縫製箇所少ないぞこれ。あっちなんかツアーしてますよ。なんかあるの。ツアーしてます。あ、
大丈夫です。僕はもうこの、あの縫製から聞こえる声しか興味がございませんで。普通の人だったらファッション見たいなと思ってくるんですよ。一応なんかデザインとか。こっちそういうの全く興味ないでしょ。ないですね。もうロック一発これね。縫ってロックしてるだけ。だから縫製も楽なんだ。だからコストも下げる。コスト下げるけど安すぎる。安すぎるぞ。これはでも素晴らしいね。こんだけ軽かったら。なんかだんだんね、あのお客様の声が聞こえるんですけど、はい、軽いの欲しくなるっていう。ああ、そう。最初はさ、ファッションはさ、我慢だなんていうのがね、なんか高いやつイコール重いみたいな。重いとか、すごい秒がついてる服とかもあったりね。そうですね。して、もうファッションはもう我慢だっていうのがあるんですよ。このファッション我慢しなくていい、これ。こんだけ軽く作っちゃうの。これはすごいね。まあ、ちょっとあっち見ます。あ、もうこれだ。これ。これだ。ああ、これも。もう1900円大好きね。もう1900円しか信じてないんでしょうか。でも十分なんですよね。十分だね。またほら昨日何これは何何、ね、あ、ここからね、湿気を出すっていうやつね。はあ、これ頭いいっすね。あ、紫外線 90%。 わ、紫外線も考えてる。これね、僕らも今度紫外線対策 あのシルクを使ったものを作るんだけどね、もうやっちゃってるよこれ、ジャケットで1900円でもうこれよくわかんないですよこれな。いや、靴とかあるも俺、あのサンダル欲しくなっちゃいますね。なんかあっちを見てると。あ、サンダルもある。サンダルかっこよくない？こっちもやる。私ですけど、なんかちょっとすげえ形になりますからね。ほら、ホサ君完全にファッションの行くぞと。ファッションからなんか靴屋みたいな感じになってますけど、あっち本当だね。もうトータルで行くぞと感じずね。出た。もうクッション性すごいねこれ。だから普通にもう動けるよっす。うわなんかあっちとか見てみます。ちょっと見たい。もう見たい。まあ、とりあえずちょっといろんなとこ見ましょう。うわ、ワンピースや。もういくらですか？1900円。もう1919だね。19多いっすね。ワークマン出た19か。まあ、ここら辺やっぱ分かってきますね。でこれが、あ、これさっき言ってたあれじゃない。あ、そうですね。もうこれバカ売れしてるっていう。バカ売れするやつ。バカ売れしますよこれ。2900円でもう安いっすわ。キャンプにこれをみんな着てくって。だってこれパン、これポケットいくつあるんですか？小沢くん大好きだな、このポケット。あ、ニットのポケットだ。広がる。ニットポケット。これね、地味にね、違う生地を貼り付けるっていうのはね、作る上では結構面倒いですよ。地味に面倒いですよ。地味に。そうですね。ここだけ裁断しなきゃなんないからさ。しかもこれ斜めになってるでしょ。これって普通ってことですよね。もうこういうデザインってことですよね。こういうデザインですね。真っ直ぐにしなくて。入れやすいってことですね。あ、斜めでこう。うん、入れやすいってことですね。何入れるんですかね。やっぱあれスマホかな。これこの辺はなんかボールペンだと思うんですよ、うん、まあ、スマホかな。これ僕に入ったら出せないですけどね。うん、本当にきついんで。これすげえな。あ、いや、そう、繋がってるんですね。繋がってる。これ別じゃないです。これはね、これ時間かかりますよね絶対に。これは結構な縫製工事いただきたい。いただきたいよこれを。これをさ、2900円だ。もうお手上げです。こういうこと。これ本だったらこれだって1、2万絶対しますからね。もっとしますよね。いや、もっとします。これ工事だけでも、4000円くらいは最低でもかかる。4000円クラス。そうですね、日本で作ってもですよ。いや、もっといただきたいけどね。まあ数にもよるけど、このぐらいは絶対する。はい、次のとこ行ってみます。いや、もう一個一個早いな、おさくん。いや、って見切れないですもん、これ。見切れないです。こういうのとかもなんか可愛いですけどね、結構。この2900円ですよ。いやー、すごい。もうレインコート。この辺りまでだと1900円なんだよね、きっとね。で、こっから先が2900円かもしれない。さっきの感じで言うと。ボーナスタイムですね。ボーナスタイムです。すごい。もう全面メッシュだ。あ、メッシュじゃない。メッシュ風だった。あ、防水テープね、これね。もう定番のね。うん、ちゃんとなってるんですね。うん。縫製箇所が少ない。だから、こっからの声はあんまり聞けない。そうですね。うん、聞けないけど、耐水性だね、やっぱりすごいね。これはもうカッパです。あ、おしゃれカッパ。おしゃれカッパ、おしゃれカッパですね。でこれもう OK です。あ、ちょっと次いきます。うん、この辺はもうおしゃれすぎてよくわかんないですよ。ここはメンズ。メンズ用ですね。まあ、あっちとかも、まあ、そうですけど。じゃあここですかね。あ、なんかツアーしてますね。ツアーしてますよ。ワークマンツアー。そこに割り込んじゃうんですか、社長。あ、バイク系があるんですか。ちょっと行きたいですね、あそこ。見たいですね。へえ。あ、ここら辺ですね。これバイク系。あ、
バイク乗りはもうワークマンやっぱり人気なんですね。ちゃんとあって防水テープあります。そうですね。ここでもハーフパンツにしたり。ああ。カバンもこんだけあったらすごいですよ。そうだね。もうカバン全部やっちゃうじゃん。これ全部そう。あ、すごいね。全部これですよ。僕はねワークマンをね高評価したい。ポリエステルの神ポリエステルっていう素材を使ってあらゆるもうファッションに入り込んでいくっていう、そういう感じがする。まあ、そんな感じですね。するね。何でもできるから形を変えたりいろんなことできるのがポリエステルだから。そうですね、うん、おいやこれいいっすね。なんだこれ、防色試験クリア。なんて読むんだ。もう僕たらこれが読めないよ。読めない。学がないんだよ。僕だったら中学ほとんど行ってないんだから、そんなるよ、こうなるよ。防水加工。4900円。4900円。これはもうジャケットですな。防水加工。柄もちゃんといいですよ。中のおしゃれね。中おしゃれだし。もう4900円だと高い方だろうねきっと。あ、まあ、こんなかったら高いです。うん、はレインスーツの、あ、まあ、普通のやつもあります。こういう。あ、そうだね。これが僕たちの知ってるワークマンでしたよね。これが知ってるやつです。僕ら知ってるワークマンはこうだよね。こういう入れ物に入っててさ、明らかにさもうワークマンって感じだったんだけど今違うんだ。でも普通になってもうちょい安いヤッケとかありますか。ヤッケって何ですか。水洗いとかするときに着るやつです、現場の人は。え、カッパのこと。カッパっていうか、まあまあ普通にすぐかぶれるやつみたいな。あ、もう普通に普通にすぐかぶれる。かぶれてこういうの。いや、こういうやつじゃないです。でも普通にチャックとかないです。かぶれるやつです普通に。あ、そうなんですか。やっぱ機能…あ、ここにあるんだ。あ、ここにチャックがあって、ここに何か入れるんだ。え、そこに入れるんですか。そこに入れるんですか、全部。で、これでいくらですかってところですけど、4900円でやっちゃうんだ。なんかこっちの立ち位置なくなっちゃうっていう。でもここあれかな、人が少ないってことは。あとあっち行きますか。うん、やっぱファッションの方が人気なんだよ。そうっすよ。あっちだね。あとあっち。あれがワークマンじゃないぞ、僕たち求めてる。あ、そうです。あ、でもこっちさんがおしゃれっすよ、結構。あとだから見てないのここら辺っすよ。これだ。これバイクだ。だからあらゆるシーンにも入り込んでますね。そうですね。釣りとか。はい、あのさっきのなんかあれ海行くみたいな感じでしたよね。そうです、ね、ファッション的に。でこのバイクもある。はあ、3900円か。デニムパンツ。あ、これは通気性約4倍。呼吸するパンツ。何言ってんですか、ね、薄い。そんなに厚くない。すげえ伸びる。いや俺これで十分です。もう夏わかるよ。それわかるよ。夏のジーパンこれでいいです。通気性冬のジーパン夏は履きたくないですよね。わかるよ。通気性があるな。どういうことだ。通気性があるってどういうことなんだ。これは通気かける伸縮かける 4D 機能性か。でもあのさ、さっき言ったけどさ、はい、島村にはさ機能性はない、あんまりないじゃん、はい、感じられないじゃん。そこの部分で全く違う立ち位置でさ、あそこのニーズちょっと行く感じするね。全く違うその量販店のあり方っていうかね。あれすごいっすよこれ。わあ、これ好きだわ。いや、これこういうの着させるべきでした。これ好きだわ。一週間生活とかでクライミングパンツだ。このあっちはなんかバイクだったけど、こっちちょっとクライミングとかそういう感じかな。なんか多いですよね。あー楽だねこれ。いやこれすごい手間かかってるんですけど、これ普通のショートパンツに見えるでしょこれ。はい、これは俺は抜いたくない。これこれは俺は抜いたくない。抜いたくないです。これを発注来たら僕は抜いたくない。でもこれをワークマン発注しちゃうっていう。はあ、これなんでかっていうと、もう縫う箇所が多いし切り替えが多いしね。でもこんだけ違うと切り替えやばい。切り替え多い。でポケットが嫌だね。これポケットあれそこにつけちゃう。ここにこれ誰か使うんですか。使うんだろうね。これ右膝に大事なんだろうねきっと。これだって普通このここのポケットがいいじゃないですか。そうだね。ここと後ろポケットもあるからね。もう十分すぎるところをまだ行くかと。社長先生も言ってますもんね、うん、ポケットが一番時間かかる。時間かかるとまだ行くかと。まだ乗っけてくるかと。なんですか2500円でやっちゃうんです ね。もうここでお腹いっぱいだよってところにね、まだデザートがありますと入れてくるの、ぶっ込んでくるの。もういらないですけど、うん、
ここまで来ると。これ耐久撥水って書いてあるんですけど、はい、弊社の基準で耐久撥水というのは50回あの洗濯しても撥水力が落ちない商品は耐久撥水です。もう一番上のやつですね。はい、耐久って書いてあったらもう一番もう最強だと。そうです。そうです。これが2500円。はい。じゃあもうずっと使い続けられると。こんだけ弾きますよ。カメラでも分かりますよね。こんだけ弾いちゃってるっていう。日常生活で使うか使わないかなんです。もうこれコップにしちゃってもいいってことですよね。要はこれこうやって。このポケットにね。ポケットに水入れてね。ポケットに水入れて飲むっていうのバカ野郎。飲まないよ。要はできる、できますからね。できるね。防災の時とか本当にそのこれがポケットになるってことももちろんありますから。普通染み込んでってもう波やっちゃいますからね。そういう発想あったね。僕はそういう発想です。そうやったね。うん。あこれだこれこれ。昨日俺来たよこれ。これですよね。昨日俺来てたよ一日これ朝から。これすごい M サイズきつかったです。身長168センチ体重60キロぐらいですと、はい、これは L サイズをおすすめします。もうお尻がパンパンになります。でもこれポケット多いですね、うん、これ結構使ったよ。ここも昨日ね携帯とアメちゃん入れたり。これ着て昨日何してたんですか。これ着てショッピングセンターに行って子供と本屋に行ってで、ご飯食べてお風呂入りに行って、はい、1日これ過ごしましたよ。行けたんですね。行けました。タオル入れたりいろいろしましたよ。おそれでよかったです。それとあとウールの T シャツ、ああれ、うん、1980円、あれはね本当におすすめですね。よかった。あこれが言ってたやつじゃないですか。あこれファンがついてますこれもなんかちょっと電気屋さんにありそうな箱ですよこれ。本当かかってるやつないっていう。確かに。で今ねもうワークマンさん今必死なんだよっていうのはワークマンなのかファッションなのかと今瀬戸際なんですよ。だから今こういうパッケージもねちょっと そういやそうだとアマゾンで来そうだというこういうところ今瀬戸際なんですよ。でワークマンっていう名前もつけちゃってるんで。そうですね。ワークをつけちゃってる時点でもう仕事をだんだんだんフェードアウトしてくると思うよ。ワークマンがニャークマンになってだんだんニャークマンがハークマンになってだんだん変わってくると思う。でも一応作業出身のニーズも大事じゃないんですよ。そう、そこ大事、そこ大事。作業してる人の力になりたい。しかし売り上げを作るのはファッションの方だと、まあ、いうところ。だけど作業してる人にもみたいな、うん、そうだね。だってワークマンの目の前にある車は大体軽トラですからねそうだ、この前行ったところはねそれ山梨の田舎町ですから、それそうなるよ。大体軽トラですから、うん、まだだから山梨とかだとファッションで見る人いないんじゃないですか、ワークマンを。うん、ちょっとまだ薄いかもね。薄い。だって売り場がやっぱファッションの売り場が近かった。こういうとこ来ないとなんか理解はできないなっていう。そうだね。僕もここファッションじゃんっていう、うん、入った瞬間思いました。思ったよね。もっと作業着置いてられるんじゃないんだみたいな。そうそう、そんなにない。ここは一応あるにあるけど、あっちとか。いやこれ作業着って言わないですけどね。もうあるにはあるけど、でも向こうのブース用に比べればちょっとこっちは作業寄りな感じするよね。このあこれファンがついてるな。そこにファンをつける。あファン別売り買ってくださいよと。値段ないねこれは。あこれ9800円だ。まあまあするんですね。するね。あもう来てる人もファッションだもんね。こっちを見る人あんまり少ないね。やっぱりファッションじゃないからだろうかじゃああっち行きます。世界だ。ああじゃああっち行きましょう。これとかこれとかってことだね。これはもう何なんですか。もう色がファッションじゃないですかね。あもうそうですね。いやこれ見たことないですよ俺。ベストだそうです。これ細君思っだけどさ、これを多分保坂君のお父さんもそうだけど職人として使わない。いやもう使えないし。そうだね。だからこれをで汚れていいものする。そうだね。これはファッションだね。でこのカラーデニムとかもそうだよね。あツイル地だ。2500円だもんね。いやこれを社長に着せたいですね。これはないね。だってしっかり作ってあるんだよ。あいいっすよ。これ2500円なんだよ。まあ体感言っていいですかちょっと、うん、1万円超えるまずデニム系よりは薄いなっていう感じですよね。うん薄いなと感じる。でもこれはかなり高密度で。密度はすごいですね、うん、悪いコットン使ってない。これコットンかそもそも、まあ、だけどこのだけ薄くてもいいんじゃないかなと思ってますけど。ああメイン65。おそうだね。最高値ですもんねこれで。これで伸びるのが、うん、あの生地も悪い生地じゃない。まあちょっとすごく優れてるかって感じでもないが、あでもあいいね。丈夫。おお丈夫だね。デニムもね、まあ、こっちの色が多分定番です。定番だね。ユニクロさんはさこのやっぱ上を行っててさちゃんと加工が施しちゃったりする。まだこの今からだよという感じがするね。そうですね。あっち行きます。あっちの方の、はい、あデニム上下あこれいいじゃん。鬼パンツは破れにくい。鬼パンツ、パンツこれかこれかな。
これだ。破れにくい2500円。またヌーとこ多いなこれ。すげえ縫い方しますこれ。ヌーとこ多いんだもん。ワークマンさんはねもう容赦ないね。パンツに対して容赦ない。容赦ないけど、コーチにどんぐらい渡してるのか説。絶対日本じゃ縫えないこれ。こんだけ塩凝っちゃったらもう無理ですねこれ。こんなに凝っちゃった。もう後ろすらもう凝っちゃってるんで。うん、もう二度とね日本で縫うことはないかもしれないこれ。これ2500円無理だ。はあ、中もさあ、ちょっとファスナーはね少しコストダウンしてるね。コストダウンしてますが、見えないところは少し荒削りですが、もう側はすごい、側はすごい、もうポケットすごい。30番ぐらいの太い糸使ってるね。頑丈をやっぱアピールするためにね。いや俺これでいいっすもん。これでもあの参加さん喜ぶんじゃないかな。かなり過酷に服がね使ってるからね。でもなんかこういうのまだ山梨出回んない気しますもん。ああそうか、まだ来ない気しますよ。ここまでは来ないですよ絶対に。見ないね。ここでしか見ないです。ここでしか見ない。じゃあ次見ます。見ます。わこれもさっきより気になったんですよ、旭化成とのコラボが。あー見たいっす。あこれっすよ。あー軽い。これっすよ作業着。軽い、なんかすごい軽い。なんだろうこれ、もう触ったことのないような生地ですね。驚きがすごいね。超軽量、超撥水。あ、遮熱。これすごいやつだ。最強のやつじゃん。全部揃っちゃってる。もう十分ですね。これだ。これ興味ありますね。旭化成ですよね。うん、あ、すごい。これ2枚で980円でしょ。2枚で980円ですか。どんな効果があるのかその知りたいな。確かに気持ちいい。まあ、僕あのプレスルがちょっと赤くなっちゃうんだけど、それと同時に匂いが嫌なんですよ。一日着ると匂いが出るじゃないですか。あれがすごく嫌で、それがあるかないか確かめたい。湿気はコントロールしますよと。湿気はコントロールしますと、うん、紫外線をガードすると、まあ、いいこと尽くしだよね。ただね、全部いいってものは世の中にはありえないと思ってた。ありえないんですよ。どんなにいい王朝があったとしても必ず滅びますからね。何かあるのかもしれない。ちょっとこれ買えないですかね。だからさっきのあれしか買えないってことですよね。あ、ここ買えないですか。はい、さっきのが2000円とかいうなんか武器のやつしか買えないですよ。 あっち、あっち行けるじゃないですか。どうですか、あっち行けるじゃないですか。奥、はい、オッケーす。あーこっちっていうのは、え、あ、ワークマンホーム、あ、出た。今度ニトリのワークマンホームってきました。あれシングですか。とうとう、シングこっちもニトリのワークマン、島村とニトリのワークマン食ってくると。面白いですね。強いですよこれ。これ買えるんですか。980円で買えてるんですよ。でもさっき言った感じだと買えないですよ。ダメですか。あとで聞けばワンチャンいけるかもしれないですけど。あ、これ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 、これ良かったですね。これ良かったです。この辺りはもういい。ちょっとこれも買ってみたいですね。メリノールですね、うん、まあ、やっぱそれなりに値段はしますね。1500円ですね。安いっすよ。安いっすよ。これ買ってきたいっすな。社長、ルームウェアあるじゃないですか。ルームウェア、はあ、これ全部ワークマン。でもブレースが入ってたらダメだ。こいつ買えるか聞いてみていいですか。聞いてみて。さっき担当したんですけど、すいません、失礼します。あれは買える、買うことできるんですか。値段書いてあるんですけど。今日いいですよね。今日は買うことはできない。できないですね。いや大丈夫大丈夫。今いや大丈夫大丈夫。あのいいですか。多分大丈夫です。これ試してみ、どういうものか試してみたいんですか。あ、じゃあもう持ってきましょう。大丈夫ですか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 。ありがとうございます。あれ後藤がいいと言ったって言ってくれるか。すいません、はい、一回試してみます。 L サイズ、L サイズでいいですか。どうでしょうね。あ、ないか。社長さんと荒木さんが多分 M でいいと思います。 M で、タグでいつも M なんで。あ、じゃあこちらちょっと試してみます。はい、すいません、はい。前でも、YouTube 見たときに、はい、なんか痒くなるとか、なんか、そうなんですよ。化学繊維が痒くなってしまうという、あ、赤くなってしまう。赤くなっちゃう。そうそうそう。それだってですね、この天然素材だとどうなのかというと。あ、そうですよね。あ、でもポリスチレン入ってますね、これ。少し入ってます。あ、どうなって、どうなって、ちょっとやめてください。入ってましたね。そうですね、こっちが綿100ですね。あ、あるんですね、ちゃんと。こちらが綿100です。綿100ありますよ、社長。うん、あ、いや、悪いんで、や、やめてください。いや、だいたいあれかな。だいたいだから、あそこと、もう一個、あと買うところ、そこのなんか研究所あります。ワーク製品トラボ研究所。圧熱が災害とか、ね、これ社長がこの前なくしたやつがありますよ。時計今ないからね。あ、
あ、もう幅広い分野に入れるね。靴とかも入っちゃってる。機能性の靴。さっきの足とかも、もう靴だけのとこありますもんね。ですよね。え、これもさっきセムさんが履いてたやつ、うん、ですかね。いや、残念。これさっきセムが履いてたやつですか。そうです。はー、1900円でした。ダイミングパンツにアジャスター付きの、アジャスター付き1900円、ね、サポーター付きっておっしゃってましたけど、こちらがクライミングパンツ、こちらがメインコンのパンツ、作業の専門用です。こちらは伸びない、こちらはストレス水がある。ガチンコですね。ガチンコです。はい。いやすごくあの装着も簡単なんです。今これ履いてるんですけど、はい、ハーフパンツば、あ、これあれハーフパンツにできる、あのサンプル用で、あ、これをこうグッとやるだけで、あれ腰が、これまさかの腰がいいやつですか。はい、そうです。どうなってるんですか、腰後ろでこう滑車みたいに、あ、例えばご飯とか食べた後しんどい時はこれを緩めるだけで普通のパンツになって、腰痛めないやつですかこれ。そうそうです、あの、まあ、予防といいますか。予防、はい。あ、これは助かるな。これあのぜひ一回履いてみてください。あの、あちらに試着用がありますので。あ、そうですか。はい、履いてみますか。はい、あのちょっとこれ装着難しいんで、慣れれば全然簡単ですけど。あ、そうなんですね。今履きましたと。で、ここまで行きましたと。はい、で、ごめんなさいね。ちょっとこれ、ちょっとこれね、まだ若干サイズに余裕があるんで、これを、これは補助ベルトなんですけど、これもうちょっとこう締めて、ウエストを自分のベストな状態に持ってくることで、より感じやすくなる。ちょっとごめんなさい。この状態で、こことここを引っ張って、グッと前に持ってくる。あ、すごい。あ、これすごいやつだ。何なんだこれは。これを、こっち側にベルトの面があるんで、これをこうつけて、これをこうつけると、あ、これはこういう荷物の力仕事ですね。うん、力仕事にはこれはもうマストですね。そうですね。どういうこと、これお腹も締まってこれは男性のね、ちょっと食べ過ぎな方にも ぜひです。そうですね。だ、僕も昔腰悪くてコルセットずっと使ったんですよ。あ、コルセットですか。ちょっとそうですね、似てる感じしますよね。これ履くコルセットですよ。ねえ。あとこれ、まあ、ここを使うと簡単に緩められるんで、あの、ごめんなさい。で、例えばご飯食べてしんどい時はこれをこれぐらいの状態にやると、あ、まあ、普通のパンツとして。はあ。いいですね。パンツかけるコルセット、これはもう開発部の方の本当にお手柄ですね。本当にそうだと思います。これ調整が本当に難しくて。でしょうね。はい。途中でこの補助ベルトなんかもつけたんですけど、はい、これがないとあんまりなんか最初感じなくて、はい、それは自分のサイズに合った状態でこれをしないと意味がないという。ああ、そういうことですね、はい、これ1900円でやっちゃう、はい、え、マジですか。うわ、安すぎる。これは壊してます。これはね、本当壊してるよこれ。壊してるよこれ。あの、僕ら縫製工場ですけどね、はい、これは作れません。この値段では無理です。この知った瞬間にね、ペンを仰ぎたくなるんです。そうグーッとくる感じ、うん、くるくるって感じ。さあ今日やるぞと、今日やるぞって感じ。元気になるやつだ。元気になる服っていいよね。いいですね、うん、ありがとうございます。しかも今あれですね、結構タイトが多いじゃないですか、はい、前はこう作業着っていうとちょっとゆったりめの、はい、ね、感じが多かったと、ニカっぽかった、はい、このタイトになったのはやっぱりこうファッションを意識している、そんな感じですか。危険性を回避できるっていう話を聞いたことあります。現場のプロの方と、やはりニカポッカは動きやすい、ま、膝とか曲げやすいんですけど、何か引っかかるっていうことがあるので、スリムで生地が伸びるとが、最近はここ最近は早くて、だからポリエステルとポリウレタンの入ったこの伸縮性のあるストレッチ生地ってことですね。ストレッチ生地を使った作業は、あれすごい楽、これすごい楽だ。もともと1900円で売ってるパンツがあって、それが年間何十万点と売れてるんですけど、その生地に少し改良を加えて、だからパンツとしての性能もピカイチなんですよ。はそこにこのアシスト機能がついて、なぜか単価は同じという。勉強になる。これ
もう01を達成したから、あと1を2にするだけなんです、はい、調味料を加えるだけ、はい、でもうヒット商品って裏付けがあるから、はい、これだ、すごい。こっちはあの PC の素材で、例えば飲食店の店員さんが履くようなコットンっぽい、そうです、はい、で2種類でやってるんで、使用シーンに合わせてこう選ぶことができる。飲食店さん重労働ですからね、はい、こういうのでサポート、腰がちょっと痛い人とか、これ支えてるよ、これ現場は。そうですね、これすごい、ファッション性もあるんじゃない、これ。これはありますね、いいですよね。もうまあ、お尻が、お尻がね、ちょっとやっぱ食い込むのが、これまた一つチャーミングポイントです。締めですね。全然食い込んでます。食い込んでますね。はい、でもあの気持ちいいですよ。はい、そうですね。はあ、勉強になります。はい。ありがとうございました。はい。今まで一番これ革命的ですね。うん、今まで一番歩きやすかった。ずっとワークマン生活してるじゃないですか。はい。で、まあ、これもワークマンですけど、今まで一番歩きやすかったタイトなの。そうですよね、うん、まあ一通り全部見たんじゃないですか。見ましたね。じゃあ行きますか、そろそろ、うん、じゃあありがとうございました。そろそろ行かせていただきますけど、 ありがとうございます。いいですか、はい、ご縁があればお願いします。ありがとうございます。はい、はい、共存だと思いますので、こういう大手の企業さんと町工場と、なんかこう共存で社会が上手くなればと思います。同じアパレルなので、はい、すごくいいと思います。はい、ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行きましょう。行きますか。まあでも大体だからワークマンの内容はこの動画一本だったら分かってんじゃないですか。あ、楽しかったね。いや、面白かったですよ。楽しかった、すげえ。これの動画が多分ワークマン1週間生活後に出ます。ああ、あと何日あるんですか。今日3日目なんですよ。あと4日あります。へえ。結構内側の部分が見えてめちゃくちゃ楽しかったですね、はい、あ、そうですね。なんか聞きましたね、いろいろ、はい、こういう大手でもさ、いろいろ悩みがあるのもちょっとずつ分かってきてさ、はい、あ、そうですね。だから僕らと同じでは変わらないよ。ここから僕らたちは中小零細どうやって生き残っていくんだと、アパレルどうやってやっていくんだっていうのがちょっとここで分かった気がしました。さあ行くぞ、こっから。こっから俺たち負けないぞ。そうですね。こんな感じでアパレルの内側の部分から皆さんね、どうやって勝ち抜くんだっていうのをお伝えしていきますので、ね、はい、お伝えしているのかな、分かんないけど、分かんないですけど、僕も楽しみながらお伝えしていきたいと思います。よろしければチャンネル登録いただいて、また次回の放送でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。